どうもーアーチです。はい、出ました、ガンダムビルドダイバーズから HG144 分の1ダイバーエースユニットですね。はい、リクの操る主人公機ダブルオダイバーの強化パーツがいろいろついていると、箱こういう感じです。はいはいはいね、ガンダムダブルオダイバーエース、おお、こういう感じに、スーパー GN ソード2GN ダイバーソード、おー、こういう感じですね。はい、じゃあちょっと中開けてみましょう。中がじゃーん、おいおいおい、お、シンプルシンプル、こういう青いパーツ、これ同じパーツ、ランナーが2枚ですね。はい、こういう感じのものが入っております。で、説明書はもうペラ1、説明書も至ってシンプル、こういう感じですね。どこにどうつけるか、あー、 GN ドライブ変えるんですよね。あ、ここに剣がつくんですよね。はい、で、こういう感じで組み立てると。じゃあ早速組み立てて装備させてみましょう。はいはい、完成しました、ダイバーエースユニット。じゃあ説明していきましょう。これが膝の交換パーツですね。これが2つと、あと、肩アーマーの GN ドライブの交換パーツと、あとこの剣が2種類、ここクリアパーツになっております。こういう形ですね。で、これが、元の武器ですね。これこいつ、こいつの交換パーツになってます。で、バックパックですね、こういう形になっております。で、各種ジョイント、これつけると他のガンプラにも取り付けれるっていうジョイントパーツですね。はい、じゃあ早速この人につけてみましょう。はい、ダブルダイバー付属のソードですね。ここの部分を取ってこれと入れ替えると、はい、こういう感じで差し込むと、おお、なんかごつくなった。これこれ、こうこうですね、下のやつから上のやつに換装できると。はい、いいですね。これが2本、あとね、ここにも取り付けられるんですって。こういう感じですね。肩アーマーにも取り付けが可能となっております。ああ、これもこれはこれでかっこいいですね。はい、こういう感じにもできます。そして膝のパーツですね、ここが取れるので、よいしょ、こういう感じの膝になります。で、次はじゃあ GN ドライブ行ってみましょう。これはもう単純にここを取り外して、はい、取れました。で、合わせてこれをここにつけると、おお、全然見た目が変わってきますね。こういう出っ張ってるのと、こういう平らな感じになります。はい、両方交換するとこういう感じになりますね。はい、で、この交換したところにこのソードがつくんですよね。ここでピンがあるんで、こっちに穴があるんで、ここでこう取り付けると、こういう感じになります。おお、こうシルエットかっこいいですね。長い剣が肩アーマーの延長みたいになってね。はい、こういう感じで取り付けます。そしたら最後はバックパック行ってみましょう。もうこれはね、ここのピンで後ろのね、このバックパックのここバーニアのとこですね。バーニアのところにこうぶっ刺すと、ガンダムダブルオダイバーエースの完成です。おお、かっこよいですね。で、これがスーパー GN ソード2で、ここの肩に今背負ってるのが GN ダイバーソードですね。おお、うん、もうこれ劇中でもね、活躍してますよね。かっこよいな、これは。うん、主役って感じのシルエットじゃないでしょうか。あー、いいっすね。この重武装感がやっぱかっこいいですね。この肩のね、 GN ダイバーソードがね、すごいアクセントになってると思います。で、これをまあこう持たせてね、こういう感じで戦うと。おー、かっこよい、いいっすね。で、もちろんこれ、剣モードだけじゃなくてガンモードにもなるんですよね。ガンモードと剣モードで持たせてみました。うん、いいっすね。で、あとこのバックパックなんですけど、これが稼働するんですよ。稼働して可変式 GN
スラスターっていうらしいんですけど、あの形が変わるんですよね。ちょっとやってみましょう。ここのパーツが動くんですけど、これの取り付け位置が変わるみたいですね。こうこうこう、ちょっと分かりやすいようにこのスラスター取ってみたんですけど、こうなってるのをここにジョイントがあるんで、こう前に出してあげると、こうね、よいしょよいしょ、こう分かりますかね。ここが向きが変わってちょっと伸びた状態になるんですよ。で、ここまでこう出してあげて、でこうひっくり返して、さらにここまで、この形っすね。この形にして、これをよいしょ、こう取り付けてあげると。でその時にここも展開フィンをね、こう出して展開して、でこの状態で取り付けてあげると、はい、フィンの展開状態の完成です。はい、こういう感じでね、ちょっと後ろに長くなるんですね、バックパックがね。でこう高速移動とかできるでしょうね。スラスターが展開してウィングが出てきて、これがいわゆるあれですよね、可変式 GN スラスター。はい、うん、なんかね、こうやってボリューム出るのがいいっすね、今回のねビルドダイバーズね。はい、であとね、そうそう、ここの肩のね、剣何でしたっけ、 GN ダイバーソード、これも持たせることができるので、これを取ってよいしょ、肩から外して、こうジャキーンと、おお、はい、こういう感じで持たせることができると。まあね、あの大きくていいんじゃないですか、やっぱこういう武器はね。すげえ、おお、かっこいいですね、二刀流。うん、そしてこのスラスター近接特化みたいな感じになってますよね。剣2種類持ってますからね。うん、非常にかっこよいのではないでしょうか。はい、こういう感じになりますね。今後もなんかやっぱ付属パーツ増えていくんですかね。ちょっといろいろ楽しみではあります。というわけで今日紹介したのはビルドダイバーズから HG144/1 ダイバーエースユニットでした。うん、かっこいい、このごってり感いいですね。どんどんこうなんかね、武装が増えていく、うん、これたまらなくかっこよいのではないでしょうか。今後どういうね武器が増えていくのか、ものすごく楽しみです。これ6月にあれですよね、あのダイバーエースユニットの入ったダブルダイバーが出るんですよね。なんかボーナスパーツでここのクリアパーツが色違いがついてくるみたいなになってて、どうするか、そのボーナスパーツだけのために買うのか悩ましいところではあります。はい、うん、かっこいい、主役機っぽいですよね。というわけで今日はこの辺で、またね。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いいたします。あとコメントとかいただけると大変嬉しいので、そちらの方も何か感想とかありましたらよろしくお願いいたします。